皆さんこんばんは。100均大好き主婦水野優香です。今回の購入品紹介はダイソー。最近私ね、すっごいダイソーにドハマりしてて、ちょっとね買いたい商品があって、そのついでにこんな感じでね、たくさん気になる商品を購入してきました。なので視聴者の皆様と共有できたらいいなと思います。ではどうぞ。まずはね、本当に欲しいものが2つあって、それを購入してきました。こちら耐熱ガラスの軽量カップです。これマックス 500ml まで計測できる耐熱ガラスの軽量カップなんですけれども、これがねすっごく欲しくてダイソーに行ってきました。私ね、少し前までダイソーのスリムタイプのこの軽量カップを使ってたんですけど、なんとねプラスチック製だったんですけど、主人がラーメンを作る時に熱湯を入れてしまってひびが割れて壊れてしまったので、やっぱり家族のいろんな人が使うなって思うと、やっぱこの耐熱タイプのガラスのやつがいいのかなってちょっと思ってて、いろいろググったらまさかのダイソーにこんなねシンプルでおしゃれな軽量カップがあるってことを知って、今回購入してきました。500入るとね、本当に料理はしやすいですよね。例えばなんかカレーとか作ったりとか、煮物作ったりとか、250とかの軽量カップだと時間がかかるので、これすごくいいなと思いました。耐熱軽量カップ 500ml 200円の商品です。ガラス製のアイテムなので、たわしやクレンザーは使用しないでください。材質は高計算ガラス、熱湯や電子レンジも使って OK だそうです。とにかくメモリーがシンプルで、このまま置いててもすごくインテリアの邪魔にならなくていいなと思いました。ここに大きい持ち手がついているので、熱いお湯を入れても普通に注げるところがいいですね。左が少し前まで愛用していたダイソーの軽量カップです。これはこれでね、この四角くてスリムな形が本当にお気に入りだったんですけど、間違えてねお湯を入れてしまった時にこんな感じでねひびが割れて水漏れがするようになってしまいました。今度はこれが耐熱ガラスなので、そんなこともなく長く愛用できるといいなと思います。では次もね、これ欲しいなと思って購入してきたやつです。こちら、この300円商品のダブルウォールグラス。これねずっと気になってたんですけど、今年ねついに購入しました。これはねこういう風にね二重のガラスになったグラスなんですけど、耐熱ガラスを使っていて、しかもこの二重になっていることでなかなかね結露しにくいから、氷を入れてね冷たい飲み物を入れても下がねべちゃべちゃにならないっていうのがすごいいいなと思って購入しました。私実はね二重ガラスのこういうグラスを持ってたんですけど、最近ね落として割ってしまって、うちの主人が結構リモートワークで家にいることが多いんですけど、二重ガラスのねグラスがやっぱりないと困るなっていうことで、ついにこのダイソーのやつを新しく迎え入れようと思って、これをね2つ購入してきました。ダブルウォールグラス約 300ml のグラスになります。名前の通りこんな感じで中と外の二重になったグラスになります。この口当たり部分は少し厚みがありますが、とっても素敵なグラスになります。よく見るとねここにね
ちょっと気泡みたいな感じで入ってはいますが、これでね300円で買えるっていうのはすごいなと思います。このグラスは食洗機、電子レンジ、オーブン、直火は NG です。洗う時にたわし薬レンザーはガラスが傷つくので使用しないでくださいと書いてあります。入れてから30分が経ちました。少し汗はかいているけど下に水滴は落ちていません。この浮いてるように見えるルックスもすごく素敵ですし、とっても冷たくて美味しいです。では次、これがまさか新たに売ってるなんてと思って購入してきたものがあります。こちら、カビ汚れ防止マスキングテープの黒のワイドタイプです。ついにねワイドタイプにブラックが出てました。これちょっと前には出てたのかな、私初めて見たんですけど、ワイドが出てすごい嬉しいです。実はね、私が今立ててる新居の窓のサッシが実は黒で、ダイソーのこのカビ汚れ防止マスキングテープの黒サッシ用に少しねストック多めに購入はしてたんですけど、ワイドがあったらいいのになと思ったら、ついにねワイドが売ってました。やっぱねサッシのレールのところってこのワイドタイプぐらい太くないと何枚も貼らなきゃいけないから大変だなと思ってたんですけど、このワイドタイプだったら多分ねこの1枚で綺麗にサッシができるんじゃないかなと思ってます。でもね、私が見た店舗にはこのワイドタイプがもうこの2個しか売ってなかったので2個全部ゲットしてきちゃいました。なのでちょこちょこねこれダイソー見に行ってワイドが売ってたら購入しようかなと思ってます。では次は、あ、これ初めて見たなと思ってちょっと購入してみたアイテムです。こちら、食品保存用のビニールカバーです。これは直径13センチから15センチ用のタイプで、繰り返し使える20枚タイプになります。これね、だいたい5回から10回程度は繰り返して使えるんじゃないかなっていう風に書いてあります。これ材質がポリエチレン、ポリエステル、ラテックスのタイプのもので、ラップとかを使うのに抵抗がある人にはとってもいいんじゃないかなと思いました。これ熱い料理を入れた器や熱湯を入れたコップには使用しないこと、電子レンジ、食器洗浄機、食器乾燥機も使用 NG です。これと似たような商品で、私 IKEA のやつをだいぶ前に紹介したと思うんですけど、それよりもね簡単なね、このシャワーキャップみたいな、ちっちゃめのシャワーキャップみたいなデザインのこのラップするものです。これね大きいサイズと小さいサイズがあったんですけど、私は結構ねサラダをこう作っといてこうかけて出かけたりとかするので、あ、これいいなと思って購入しました。なんかね、こういうのを使ってやっぱ少しでも地球のためにねエコになるようなことをしたいなっていう気持ちがあって、やっぱラップはね使ってすぐこうね捨てることがどうしても多いので、こう電子レンジとか熱いものを使うときはもちろんラップ使うんですけど、こういうのをね使ってちょっとでもね地球に優しいことできたらいいなと思います。では次、新居用なんですけど気になっててやっと売ってるのを見かけたので購入してきました。こちらです。食洗機用の小物カゴ 2P です。で、ね、私今の家は食洗機ないんですけど、これもね新居に行った時に食洗機があるので
その食洗機用のね、この小物かごいいなと思って購入してきました。こういう風にね、小物をひとまとめにして、小さいものが行方不明にならないようにするためのものみたいです。これね、お弁当とか作る人はすっごいいいと思います。お弁当のカップだったり、あとああいうねスティックみたいなあるじゃないですか、そういうのも入るし、私もね結構あの箸置きとかああいう細々したものを入れるのにすごい使えるんじゃないかなと思って購入してみました。これならね、食洗機の中でね、行方不明になって壊れたりしないだろうなと思ったので、ちょっと試しに買ってみました。ここからは消耗品多めでご紹介します。まずはね、こちら、メンディングテープ 19mm×33m の商品です。貼った上から字が書けるっていうね、このテープ。ほんとね、マスキングテープかメンディングテープかっていうぐらい、すごく使えるアイテムです。これもね、やっぱりね、いろんなところを保護するにも使えるし、食品の保存をね、書くときにもすごい使えるし、これすっごい便利なんですよね。なのでね、ちょっとこの 19mm の太めタイプって、なかなかない上に、このね、ケースがちゃんとね、ついてるんですよ。これで100円はすごい安いなと思って購入してきました。では、次、こちらです。超強力アクリルフォーム両面テープです。厚さ1ミリタイプの超強力両面テープになります。貼り跡がね、この目立たない無色透明っていうのがいいなと思って購入してきました。これはですね、ガラスアクリル用なので、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニール樹脂には接着には適していませんって書いてあります。なのでね、ちょっとこう用途別っていうのはあるんですけど、こういう強力両面テープよく使うので購入してきました。では次、あ、これいいじゃんと思って購入してきたのがこちらです。ネオンカラーのトゥードゥー付箋です。これね、毎日のね、このトゥードゥーリストっていうのを私毎回ね、ノートに書いてて、今日やることだったり、今日買わなきゃいけないものとか、あとスーパーで買うものとかメモよくしてるんですけど、このトゥードゥーリストがこうあったらいいなって思ってたら、この100均にありました。ちょっとね、こう机のところにちょっと置いてあると、すごいメモできていいかなと思って買ってみました。なので使ってみたいと思います。あとはね、これもね、最近なんか減ってきたなと思ったりとか、壊れたりして購入してきたもの、こちらでーす。密閉クリップ10本入りです。このね、クリアタイプとグレーとブラックのすごいシンプルな 12.5 センチタイプのこのクリップがダイソーで10本入りで売ってました。1本10円でめちゃくちゃ安いです。しかもこのシンプルなね、カラバリがいいなと思って買ってきました。こういう密閉クリップって本当にめちゃくちゃ使えますよね。で、どんどん使っていくうちになくなったりとか、たまに壊れたりしてね、あ、ないっていうことが多いので、ちょっと買い足してみました。いつもIKEAのやつ使ってるんだけど、これ使い勝手いいといいなと思います。では次、これも新居用にちょっと買ってきたんですけど、普通にね、使えると思います。床傷防止シール、椅子やテーブル等の家具やオーディオ等の家電製品に、家具と壁の隙間とか傷を塞ぎたい場所に使用するアイテムです。これは床暖房対応で高温防振にもなるそうです。でね、自分で好きな大きさにカットして使うタイプにしました。もうね、こういうのがあるとね、やっぱりね、ソファーとか机とかそういうのをね、こういうの使うなと思って、ちょっと新居用にね、これは購入してきました。あとはこれももういつも定番なんですけど、はい、私の大好きな油汚れクリーナー。もうね、これはね、ないとそわそわしちゃう、この油汚れクリーナーです。いつもね、100均に行ったら絶対に買ってくるアイテムなんですけど、セリアとキャンドゥはまた違う紫っぽいネイビーみたいな色のやつを買うんですけど、ダイソーでは毎回この油汚れクリーナーを買ってます。1日に3枚ぐらいは使っちゃうんで、結構ね、消耗品でよく使います。で、あとラストはこちらです。超強力マグネットです。 16mm タイプを購入してきました。これでね、ちょっとね、あ、こういう風にしたら使えるんじゃないかなっていうやり方をネットで見て、ちょっと試しにね、買ってみました。いい感じに使えたらね、ご紹介したいと思います。ではこれで以上です。今日はね、今回はめっちゃ欲しかったのはこの2つなんですけど、あとは割とね、消耗品が多いかなっていう感じで、
届けさせていただきました。いかがだったでしょうか。ダイソーでねこれ良かったよっていうアイテムがあったらぜひコメントの方で教えてください。では今日の水のゆうかチャンネルいかがだったでしょうか。少しでも良かったよって思ってくださったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。